スプラトゥーンスプラトゥーンスプラトゥーンは日の出や三吉による日本の漫画作品。任天堂のゲームソフトスプラトゥーンシリーズを題材としたギャグ漫画である。2021年8月時点で累計発行部数は240万部を突破している。内容は腕前 C マイナスの主人公ゴーグル君が所属するブルーチームの活躍や成長を描いたギャグアクション作品。 2017年8月から YouTube のコロコロチャンネルにてコミックアニメが公開されている。シャドウ編声優はコミックアニメ版のもの。元アオグ、ミノ4人が集まってできたチーム。ほとんどのメンバーは頭が抜けているため、他のイカたちからはよくアホチームと呼ばれる。リーダーはメガネ君。ブルーチームとは一緒に練習試合をしている中。なお、 スプラトゥーン発売前に描き下ろした漫画のため、ブルーチームのサブウェポンやスペシャルウェポン、イエローチームの一部キャラの服や帽子が原作とは異なっている。リーダーはライダー。もともとはライダーが集めた即席のチームだったが、ブルーチームと戦って以来、自主的に集まって練習するようになっている。軍隊らしく、統制が取れたチーム。全員が頭をモンゴーベレーで揃えており、 ギアにも統一感が見られる。何かとサファリハットがトラブルに巻き込まれることが多く、実際にメンバーが揃って戦ったのはガチマッチの予選になってから、ブルージームの対戦中にアロハに潜入されてからはバトル前に仲間が本物か確かめるようになった。全員が服にアロハシャツを揃えており、ギアはいかにも夏のリゾートを連想させるコーディネート。全員パリピらしく、 パーティーやイベントでの自分たちの写真をインターネットによくアップしている。全体的にコーディネートが暗く、全員が常に下げ眉をしており、性格も暗い。全員いわゆるオタクであり、バトル以外のプライベートでも集まって、ゲームをしたり漫画を読んだりする仲間でもある。スカルは定位置から動かず敵のキルに専念し、他の三人が陣地を広げる戦法を得意とする。 話は弾まないが、仲はいいらしい。ブラスターを愛する4人兄弟チーム、通称 BB。バリアをまとって、肩車状態で攻めるガトリングブラスターを得意とする。直撃できなくても、爆風でヒットできるブラスターの特性に、いつも助けられているらしい。誕生日は、兄弟で作ったケーキをプレゼントしており、見た目はともかくとても美味しいらしい。生まれた順番は、 サイクルメットストライプ桜、スケボーメットとなっている。グローブ曰く、幼馴染で結成したチームとのこと。X ブラッド戦では、スペシャルウェポンを駆使して、X ホールの布陣を崩し、カウントを獲得するも、力及ばず破れる。イカロスが発案した、フォーメーション 4DS が武器のチーム。なお、4DS は、メガネは、ダサいと言っていたが、メンバー全員は気に入っている。 全員ボーイのチーム。服は全員 FC ジャージに統一されている。練習中にガールを誘ってみようと思うようにもなったが、結局ボーイ4人しか集まらず、ガールがいる、グローブチームに敵対心を抱いていたが、グローブチームとの対決を機にグローブを兄貴と呼び尊敬するようになっている。一見小ギャル系ガールのチームと思われるが、実は助走したボーイのチームである。 イエローグリーンチームとの対決を機に、ライダーを兄貴と呼び行為を寄せるようになっている。実際の声はのぶとく、防衛の時のゲソ型は坊主頭。女装用の服は4人で手分けをして買ってきたらしい。同じ服装のため、名前とゲソ型がリンクしている。全員の服のブランドは叩き剣先で統一されている。全員綺麗好きでやられることを汚されるとして認識している。 毎回ゴーグルが持ってきた団子のタレが飛び散り、墨みかけの墨みかけシャツにつき、汚れたと言って気絶するもしくは切れるのが定番になっている。また、全員綺れず機能なのでいつも石鹸の匂いがしているとのこと。脳天気なイカに嫌気がさし、真面目に生きる、はぐれ者チーム。一人を除いて、全員のおでこに、はぐれと書かれているのが特徴。インクを隅々まで塗ったり、 スペシャルウェポンも並列というプレイスタイルも真面目。また、カモンで呼び合い、味方を不意打ちから助けたり一気に攻めたりするなど、チームワークも重視している。実は、お互いに素顔を見たことがないらしい。大会4連覇を果たしたベテランチーム。隙間を塗りつぶし、相手と出会うことで必ず勝つ王道を得意とする。4人とも同じ舞台だっただけあって、チームワークは抜群。 全員天然ボケな部分があるのも特徴。名前はすべてゴーグル君に付けられた。仮装好きのチームで仮装が完璧に揃わないと、パワーが出せないほどの筋金入り。メンバーは3人しかおらず、仮装を愛する4人目の仲間を、いつも探している。そいや。が、口癖の工事のバイト仲間のチーム。いい汗をかけばかくほど良いチームワークにつながるを。 もっと落としており、ヘッドホンも熱量がすごいと驚いていた。汗をよくかくため、洗濯はこまめにしているようで、特に柔軟剤にはこだわっているらしい。スクールカーでチーム同様全員同じ服装のため、髪型と名前がリンクしている。戦隊ヒーローのようなチームで、ゴーグルと同じくらい頭が抜けている。靴以外は全員統一されており、何かとかっこいいポーズをつけたがる。 もともとは運動が苦手だったが、ポーズの練習をしているうちに好きになったらしい。使用武器は全員、スパッタリーで統一。全員が腕前 X のチームでガチマッチの覇者。4人で四方から集中攻撃を仕掛ける X ホールを使い、挑戦者を苦しめた。戦略面では、基本的に最初にある程度カウントを確保し、そこからは相手を抑え込み、 試合終了まで叩きのメスという戦略をとっている。スカルト・タレさんとは前から知り合いだったが、スカルト・タレさんがチームを抜けた後、X ランキング上位のダブル X、レッドソウルをチームに入れた。武器地の祖父、武器の際の宝の鍵を持っている。ありがとうございます。